はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではヘラクレスのエコー3、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、ベスビオの町から、ポセイドンの屋敷に行きまして、そこで絹の手綱をね、手に入れまして、で、ペガサスがね、呼べるようになりまして、で、またベスビオの町に戻ってね、セーブをしたところで、まあ、前回は、終了したんですけれども、今回は、次の目的地にね、向かってみたいと思います。といってもですね、まあ、次にどこに行けばいいのかというのがちょっとわからないので、まあ、とりあえずペガサスに乗ってね、あちこちに、まあ、探索に行ってみようと思います。ちょっと地図を確認しましょう。まあ多分山の上というか、まあ高台とかにね行けばいいと思うんですけれど、この辺は行きましたよね。あれ、ここは？この辺は来てないかな？降りられます？降りられない。あ、入れますね。ここの神殿は行きました？戦いの神、アレス様の神殿です。アレスの神殿は来てないかな？外では戦いが満ち溢れているそうですね。そうなんですよね。まあ、とりあえず泉に浸かってみましょう。権限は覚えない。レイオンも覚えない。あ、ステイヤ、魔法を覚えますね。ワンモア。イダテンも覚えましたね。ライザーとライバーン。うん、ここは来てなかったみたいですね。では、また探索に行きましょう。あれ？ペガサスがいない。ん？ちょっと広いところじゃないと来てくれないのかな？じゃあ乗せてください。そしたらまたちょっと地図を見ましょう。あと行けそうな場所、この辺は平原だからあんまり来ても意味がないのかな。あれ、ここはどこだ？あれ、でもこの町はもう来ましたよね。この辺の話も一緒かな？あ、そうだ。久々にちょっと。アルビオンにでも会いに行きますか。いるのかな。王様がいる場所は上の方かな。話は変わります？あんま変わりませんね。ここ、あ、王様いませんね。アトラシアという町はご存知ですか？はい。王様はそちらへ行ってらっしゃいます。あ、そうですか。アトラシアへ向かったと。なるほど。王様はじっとしていられずに、アトラス山のふもとへ行ってしまいました。皆さんをお待ちするそうです。では、後を追いましょうか。あれ、出口はこっちでよかったのかな。
話は特に変わらなそうなので、アトラシアに向かってみましょう。まあ魔法で飛んじゃってもいいんですけどね。まあせっかくなんでペガサスに乗って行ってみましょう。この辺の高台とか山の方は確か行きましたよね。そしたらずっと南の方かな。で、ここでオケアノスにね、会ったんですよね。ここが確か船の職人の隠れ家ですよね。で、この町から船に乗って、で、この辺ですよね。あったあった。ちなみに、ここの高台は、この洞窟は行きましたよね。この家は特技を教えてくれる人の家ですけれど、あ、槍か。槍はまあいいでしょう。そしたらまた、キルの手綱を使う。こっちの方は行きましたよね。ではアトラシアに行ってみましょう。話は変わります？特に変わらないのかな。特に変わりませんね。この人は？土砂崩れでさ、先に進めないんだ。この先、山があるだけさ、アトラス山って言うらしいんだ。あれ、ちょっと行けないぞ。一回出入りしますか。このおじいちゃんおばあちゃんの話も変わらないかな。どいてくれました？これでいけるかな？あ、王様いますね。あなたたちの準備がすべて整う頃には道は開通されますよ。準備。人間の未来は我がトランティア王とあなたたちにかかっています。どうかご無事で。ありがとうございます。むむむ、早く道を作らねば。お、お前たち。私は落ち着かなくてな、ここまで来てしまったぞ。ここでお前たちが復活の準備を整えるのを待つことにしたからな。くれぐれも頼んだぞ。はい。あ、そっか、まだ血が3つ集まってないから準備が整ってないのかな。そしたらとりあえずアトラシアは関係なかったみたいなので、またちょっと探索ですね。こっから南の方ってあんまり来てないかな。あれ、こっから先の方かな。ここは確か行けなかった場所ですもんね。あ、そっか、別に降りる必要はないか。神々の目を使う。あれ、
西の方は、こっちの方は、あ、でもさっきの特技の人の場所ですよね。ということは、こっから東の方なのかな？なんかあります？橋。ちょっと地図見ましょう。東の方に山。ここは？ここは森か。ちょっと地上に降りないとわからないですね。あれ？ここは村でいいのかな？人がいますね。約束の国エウス。かつての英雄の子孫たちや神々に仕えていた者が住んでいるのです。あ、そうですか。エウス。おや、ここまで来るとはあんたたちただものじゃないね。この場所に住む資格があるかもしれないよ。ん？休みたいのかい？どこの寝床でも勝手に使っておくれ。ありがとうございます。僕は磨き屋。錆びたものは大嫌い。お、錆びた鎧を持ってるね。磨かせてくれる？どうしましょう。いいえ。気が変わったら磨かせてね。ちょっとじゃあ磨き屋さんか。じゃあ磨いてみましょう。はい。ありがとう。じゃあちょっと貸して。ほら、キュッキュッキュ。どう？こんなに立派なものに生まれ変わったよ。大切にね。銅の胸当てを手に入れた。銅の胸当てっていうのは結構初期装備かな。だいぶ下がっちゃいますよね。ここでじゃあ今まで集めてきた錆びた、まあ、武器とか防具を磨いてもらえばいいのかな。安らぎの鎧。これは何でしょう。安らぎの鎧。あ、1上がりますね。もらっちゃっていいのかな。最近ちょっとね、あんまり盗みを働いてないんですけれども、宝箱の中に入ってるものはいいのかな。この人は、マクロキモノの本当の名前はオケアノスというのだ。まあそうらしいですね。オリンポスの山に住んでいる神様たちよりも古い時代の神様だ。なるほど。でちょっと家入りたいんですけど、オケアノス神殿は忘れられた神殿じゃ。この辺に入り口があるはずなのだが埋もれてしまったのだ。神殿の巫女さんたちは死んでしまったのじゃろうって。かわいそうですね。もうすぐゼウス様が人間に罰を与えるために洪水を起こすんだって。人間は何をしたの？まあ、ポセイドンがなんか洪水を起こそうとしているなんていう話がありましたよね。あ、ヘルメス像もありますね。ここにはバオールの家族が住んでいました。あ、そうですか。バオールがこの国を追放された後、彼の妻は死んでしまったのです。そして息子は父親の後を追いかけて国を出て行きました。今頃はどこで何をしているのでしょう。何やってんでしょうかね。バオールはメデューサの首を使って海を陸地に変えてしまったのだ。あ、そうですか。何やら大きなものを石にして海の水の流れをせき止めたらしい。それがどれほど母なる大地ガイオを傷つけたことか。なるほど。その影響で
まくろきものがなんか親子が離れ離れになっちゃってるのかな。海の水は生命の源、海水が世界をめぐり大地に世界に、つまりはガイアを潤すのだ。なるほど。この国では欲望や野望を持つことを禁止しているのじゃ。そんな考えを持たずにゆるりゆるりと暮らしていれば、遥かな未来まで神々がお守りくださるのじゃ。ところがバオールのやつめはその掟を破ったのじゃ。だからわしらはバオールをこの国から追い出したのじゃ。なるほど。まあいろんな考えの人間がいるわけですよね。そしたらオケアノス神殿、これかな。この曲はダンジョンエンカウントはするのかな。あ、エンカウントしますねで、敵がいっぱい、泥、防御力も下がる。ステイヤなんか魔法、あ、そっか、ワンモアか。アクアルムでも使ってみますか。で、イダテンはライバーンと覚えたんですよね。全体攻撃ではない、あ、違う、一列攻撃みたいな感じなのかな。で、早速寝ておりますが、全く効果なし。いた、危ない。レイオンが危ないんですよね。ライバーンは効果なし。ランドンはいた。アクアルム、効く敵と効かない敵がいるみたいですね。で、ランドンはちょっと微妙ですね。うわ、強い。あ、イダテンやられちゃいましたね。ちょっと立て直さないとまずいかな。レイオンは、イルメクをイダテン。ステイヤは、あ、そっか、ヘラクレスは魔法が使えませんと。で、回復もされてしまう。アクアルムはあんまり効かない。で、このクリスタルみたいなやつが魔法を打ってるんですよね。クリスタルレイン、これを先に倒さないとちょっとまずそう。っていうかなんかみんな逃げちゃってますね。いた、いた、頑張れ。あれ、アイクリーチャーはポセイドンの屋敷でも見ましたね。そういえばちょっとステイ危ないですけど大丈夫でしょう。出ましょう。これで、さっきのレウス、ここに飛びます。で、宿屋はないんですけども、ベッドが無料で使えるんでしたっけ？よし、夢は見ませんね。レイオンの日記とか更新されるかな。
一緒ですね。そしたら今回は、このエウスでね、セーブをして終了したいと思います。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。